それは面白そうだね。ぜひよろしく頼むよ。はーい。あ、私大人になったら探偵になろうかな。不器用なアーサーの手伝いをするの、お話で読んだんだよ。探偵って鍵開けとか謎解きとか犯人探しとか大冒険をするんでしょ。いいなぁ。私もいつかそんなことしてみたいな。探偵のお前さんがやってるのは、素行調査に浮気調査、尾行、迷子のペット探し。とてもジョーちゃんには言えねえな。そうだね。ソフィーは20歳まで生きられないかもしれない。私は仕事ばかりで構ってやれないことも多い。君からもできる限り話をしてやってくれ。町の出来事でさえ娘にとっては新鮮な話題だ。大人になったらか。僕が何かをしてあげられればいいけど。ん？どうしたの、アーサー。黙っちゃって。ああ、ごめん。ソフィーが裁縫の先生だったらって考えてただけだよ。似合うでしょう。お裁縫の先生に、探偵に、お医者さん、やりたいことがいっぱいね。ああ。変なの。先生、もしかしてミシェル先生ですか？夜中にでも侵入するか。へえ、なかなか大胆だな、相棒。泥棒の真似事をするのか。人聞きの悪いことを言うな。犯罪だってことくらい分かってる。あくまで最後の手段だ。おっと、相棒、仕事はとりあえず後回しだ。俺様の胃袋はまともな食事をご所望だぜ。お前のじゃない、僕のだ。仕方ない。空腹だと集中力も鈍るし、食事にするか。そうこなくっちゃな。食いに出ようぜ。さあ、いい加減素直に吐いたら。ざけんなよ、てめえ。なあ、足踏んでるんだが。てめえ、いい度胸じゃねえか。ほら、酒だ。注文の品だ。ロコス。組織人としての君の立場を考えれば、調査はやめた方がいいだろうな。アーサー、だけど。ミシェルが君にとって大切な人だというのは承知してる。だが、それは君のお父さんだってそうだろう。君が組織での立場をなくせば、悲しむんじゃないか。それは。だからローリー、この調査は打ち切って。いや、調査は続行だ。ローリー、だって君も言っていただろ。母親を守れなかったことを後悔しているって。だったら僕は後悔したくない。家族としてミシェル先生を守りたいんだ。アーサー・ヒューイット、
これは組織の仕事ではなく僕の個人的なお願いだ。先生のおっしゃる通り、罪に問われないことをやめろというのはおかしなことだと思います。遺体の取引も解剖も医学の発展のための尊い犠牲、その考え方もわかります。遺族の了承も得ているのであれば口も出せません。ただ忌避感というか納得できない部分はあります。忌避感は十分に理解できるとも。いくら仕事とはいえ遺体を切り裂いて中を覗くことに気分を悪くする医師もいるからね。私は平気なのだがね、精神的な部分での抵抗感は消しがたいものさ。心を強く持たないとな。先生、解剖した遺体はちゃんと、ああ、もちろん臓器や四肢の状態を確認してからできる限り綺麗に整えて返却するとも。縫合の練習にもなるしね。病院に運び込まれた遺体については分かりました。それで、あれら遺体の死因について何か共通点はなかったでしょうか？共通点か。死因とか症状とか何でもいいんです。君の言うこの病院が最近譲り受けた遺体だろう。そうだな、紙の記録と私の記憶が頼りになるとすれば、それらの遺体の死因は全て呼吸器不全だったよ。呼吸器不全、病死ということですか？ああ、そういうことになるね。病死、呼吸器不全を起こす原因のようなものは何かあるんでしょうか？本来であれば呼吸器不全というのは突発的なものから慢性的なものまで原因は様々ある。だがね、遺体は全て急性の呼吸器不全だ。急に息ができなくなって死ぬ、そんな死因ばかり。遺体には目立った外傷はないし、年もバラバラ。老衰だとは言えないな。なるほど。あとはそうだな、死因は急性の呼吸器不全なんだが、どの遺体も他の重篤な病の末期状態だったんだ。末期状態ですか。もし呼吸器不全で死ななかったとしても、あの人々は遅かれ早かれ他の病気で亡くなる可能性が高いということだな。病気の種類は様々だったがね、さらに共通点を言うのであれば、長患いになりがちで痛みの強い病ばかりだな。先生、ではもう一つ、これを見ていただけませんか？これは、何らかの薬物が染み込ませてあるようだが、これをどこから手に入れたんだ？とある筋から入手した錠剤布と呼ばれている紙です。それには麻薬が染み込ませてあるらしいのですが。なるほど。推測だが、これは医療用の麻薬だね。
鎮痛や麻酔にも使える。我々の仕事には必要不可欠な薬だ。解剖した遺体にこの麻薬を使用していた形跡はあったのでしょうか？形跡だと確かに言えるわけではないが、麻薬の主な効果は鎮痛、陶酔、高用量の摂取を行うと昏睡や呼吸抑制を引き起こす。こういった麻薬を過剰に摂取することで呼吸器不全を起こす可能性は高いだろう。麻薬ってのは昔は合法だったのだがね、依存性が高く危険だからと今は軍用や医療用にのみ使用を制限されているんだ。麻薬は使い続ければ耐性ができるから、効果を得るにはより多い容量が必要になってくる。乱用すれば死の危険が増すばかりだよ。そんなものが勝手に病人に使われているなんて。失礼しました先生。重篤な病の末期症状とはどの程度苦しいものなのですか？種類にもよるが口では言い表せないね。鎮痛剤などを使わずに耐えるのは難しいだろう。でしたらあの遺体、彼らは末期症状の痛みに耐えるために違法な医療用麻薬を摂取して。考えられるな。ああいった病の治療には莫大な金額がかかる。長患いともなればその治療期間も長くなるだろう。だから残念なことに貧しい人たちは治療を受けられないんだ。はっ、まさに地獄の沙汰も金次第ってやつだな。金持ちは治療を受けられるが、貧乏人は死ぬまで苦しむってことだ。そんな。不満そうだね。だが医療機関というのも慈善事業で医療を行っているわけじゃない。薬にも医療機器にも多額のお金がかかるんだ。分かっています。ですがそれでは貧しい人たちは。ああ、私としても残念だよ。さて、聞きたいことはこれくらいかね。何か他に力になれることがあればいいんだが。いえ、ありがとうございます。少し頭を冷やして考えを整理してみます。そうかい。何を調べているのかは聞かないけど、アーサー君がそんなに感情をあらわにするんだ。きっと人の命が関わることなんだろう。ええ、それも大勢の人がどうにかしなくてはと思っているんです。そうだろうね。前ほどには気がめいっていないようだが、気をつけたまえ。君は繊細だからね。感情が不安定になるのも良くないよ。つまりだな、医者にかかる金のない連中が教会に救いを求めにやってくると、麻薬で感覚や痛みを鈍くして治ったように見せかける。奇跡だなんだと理由をつけて頻繁に通わせ、より強い麻薬を与え中毒者にしていく。気がつけばどっぷりハマり、金づる信者の出来上がりだ。んで、中毒死した信者は重病人だからって言い訳が立つ。そのまま教会で葬式を挙げて埋めちまえば、そいつが麻薬中毒者と知られずに処理できる。ああ、もしかしたら死体も掘り起こして売ってるかもな。連中がそこまでやったって不思議じゃねえ。死んじまった信者に身寄りがなければ、その死体を病院へ売り払って金に換える。商品の売り先は引く手あまたで相手も口が固い。うん、
こりゃよく考えられてやがる。天国から地獄までの周遊コースだ。追加料金で道案内はついてねえが、うさんくさいとは思ってたがな。奇跡だとか救いだとか大それたこと言ってるだけに、えげつないやり口だぜ。何も知らねえ貧乏人を食い物にする魂胆が気に食わねえ。イラつくぜなあ。うん、合ってるだろう。あのじいさんの話も踏まえりゃこんなのすぐ。違う、あいつらのやり口のことだ。あんなのは奇跡じゃない、偽物だ。信徒たちは騙されているんだ。だったらよ、どうするんだ相棒。やつらはどうしようもないクズ野郎だぜ。だがお前に何ができる。探偵一人が声を上げたって信者がなびくと思うか。確かに僕一人が声を上げたところで何も変わらないかもしれない。騒いだところで教団の後ろ盾にもみ消されて終わりだろう。だが僕じゃない、ジャック。ああ、ジャック・ザ・リッパー、僕にはできない。だけどお前なら。お前に僕の体を貸してやる。だから教団のトップを殺してくれ。ハッハッハ、言うようになったじゃねえか。お前もアマちゃんにもやっと分かってきたが、権力を笠に来た悪党に対するやり方ってのがよ。今回だけだ、関係のない人は殺させない。サルーフ福音教団の構成員、そして裏で糸を引いている誰か、標的はそれだけだ。ああ、分かってる。あの教団を潰すことに関しちゃ俺も特に依存はねえぜ。ザフカはどうなんだろうか。苦しむ人に救いを与えること、それ自体は善なる行為だ。だけどやり方が間違ってる。だがよ相棒、俺が殺したとして世間はどう見るかな。何が言いたい。僕の中の別人格が出て人を殺しました、僕は無関係です、なんてつまらねえことを言い出すなよ。お前の選択で相手の人生を終わらせるんだぜ。それを受け入れられるのか。背負うさ、間違いは正してあるべき形に戻す。いいだろう、そうとなりゃ用意をしようか。ジャック・ザ・リッパー、久々の仕事だ。ワクワクするな。頼んだぞ。つまりサルーフ福音教団は奇跡で偽装した麻薬で人を引きつけ金をむしり取り、客が死んだら今度は死体を病院に売りつけることで金に変えている。そしてミシェル先生もその連鎖に取り込まれている。このままいけば病気で死ぬ前に麻薬中毒で廃人に、死後も教団に利用される金づるになる。そういうことになるね。どうも連中には強力な後ろ盾が存在してるらしい。僕が乗り込んでいっても平然としていたよ。後ろ盾ね、念のため言っておくけど僕たちではないよ。分かってるよ。報告はこんなところだね。
ありがとう、アッサ。危険もあっただろうに、よく調べてくれた。これは約束の報酬だ。この件で君に依頼する調査はこれで終了だ。あとはミシェルと僕の問題になる。ああ、そうだね。で、この調査結果を見た君はどうするんだい？このまま放置しておくのか？そんなわけないだろう。ミシェルだけじゃなく、他の信者も教団から引き離したいと思っている。と言うと？信者たち、真実を伝える。教団の嘘を暴いて、彼らに正当な道を進ませるんだ。君らしいな。とりあえずミシェルは私が止める。そちらは君の好きにやればいい。二面作戦ということだ。ああ、お互いにうまくいくことを祈ってるよ。祈り、今は嫌な言葉だよ。そうだったね。今回は神頼みじゃない。僕らが頑張るんだ。よし、僕らも行こう。お願いです、スクルージさん。今の作業が終わったら縫い子のお金が入るんです。だから、もう少しだけ。ダメだな。お前がそう言うから何度も期日を延ばしてるんだ。これ以上待ってやったら他の奴らに示しがつかない。他の奴らは働いてちゃんと期日に金を返してるんだぞ。そいつらに対して悪いとも思わないのか？それは悪いとは思いますが。だろう。だが安心しな。縫い子の仕事よりも稼ぎのいい仕事を紹介してやるぜ。そんな、急に言われても困ります。急じゃないさ。何度も期日を延ばして待ってやったし、金を借りる際。ローリー、ミシェルの件ですね。さあ、テッド。ジャック、あそこだ。おほう、こいつは。ひどい。ちげえねえけど、こいつらはまだ運のいい方だ。あっちを見てみろよ。あれは死んでるのか？ああ、みんな泡を吹いてくたばってやがる。こいつが奇跡を受けた奴らの行く末、楽園かよ。なんてありさまだ。まるで地獄だぜ。中毒死、いや、呼吸器不全だ。麻薬の過剰摂取が原因の。さあ、この地獄を終わらせてやろう。悪しき者は根本から立つってな。派手に暴れて騒いでおびき出すか。こういった組織の首謀者ってのは責任者だ。問題が起きれば必ず顔を出す。この人たちは。ほっとけ。後でロンドン市警にでも匿名で通報しろよ。今は俺たちの仕事が先だ。
これら全部に麻薬が含ませてあるのが、ご丁寧なこって。おっ、どうやら見張りが倒れてんのに気づいたみてえだな。出迎えてやるとするか。おい、これは何事だ。アドラメリク様、侵入者が。何だと？すでに何人もやられてます。今もどこかに。貴様、何者だ。うん、おう、お前が親玉か。答えろ、侵入者め。俺か。俺はな、お前が虐げてきた弱者、そして亡者さ。亡者だと？ああそうだ、亡者が地獄からお前を殺しに来たぜ。覚悟するんだな。逃がすかよ、こいつ。雑魚が邪魔すんな。一丁上がり。地獄の道連れは多い方がいいだろう。なあ。化け物め。亡者だっつってんだろ。こうなれば。あいつ何を。燃えろ燃えろ。これで証拠は消えてなくなる。私を逮捕などできんぞ。ガあ、めんどくせえことしやがって。手短に行くぞ。ナノレクス野郎、さもなきゃもう一回串刺しにしてやる。待ってくれ。降参だ、もうやめてくれ。手間取らせるんじゃねえ。次は腕だ。お前は誰だ。何が目的だ。ことと次第によっちゃ見逃してやってもいい。うが、ギーだ。アドラメイク、私はロンドン議会のギーだ。いいんだ。おい、知ってるか。ああ、最近よく聞く。確か雇用対策とか貧困層の救済事業を多く手掛けてる議員だったはずだ。後ろ盾は権力者だとは思ってたが、議員が市民の側に立つべき人物が悪党だなんて。ま、本当の悪党ってのは善人面がうまいってことだな。目的は金だ。ザフカを表に立てて教団を作り出して、調剤夫の名で医療用麻薬をばらまいた。医療用麻薬だって。
そうだ、最初は半信半疑でも痛みが抑えられると知れば信者は中毒になってもやめられない。いくらでも金が湧いてくる最高の商売だ。死体の売買もお前の指示かよ。私が指示した。客は市内中の病院だ。奴らは口も固いし恩も売れる。なるほどな。このクソ野郎が首謀者で間違いはねえな。事情も分かった。俺たちの名推理に外れはねえぜ相棒。こんな奴に大勢の人が苦しめられたのか。さて幕引きと行こうか。待ってくれ、見逃すと言ったぞ。事と次第によってはな。お前はどう考えたって悪党だ。救いようがねえ。頼む、殺さないでくれ。金ならいくらでも払うから。俺を買収する気なら高くつくぜ。お前どのくらい払えるんだよ。いくらでもだ。信徒たちは痛みをなくす医療用麻薬にだったらいくらでも金を出す。借金してでもだ。病人は尽きることがない。見逃してくれたらいい量用意する。そうか、なるほど。そりゃ最低の商売だな。もうこんなことはしない。悔い改めて真人間になる。だからジャック、僕から話してもいいか。ああ、いいぜ、好きにしな。一つだけ聞きたい。ザフカのことだ。ああ、なんだ、奴がどうした。ザフカは教団の悪行を知ってるのか。奴を気に入ったか。なんだったらお前にやってもいいぞ。質問に答えろ。やつもザフカも知っている。教団が癒しの奇跡と言っているのは麻薬だと。そうか。かわいいザフカ、姿はまさに天使のようだ。やつは孤児院で手に入れた良い歌声だったろう。おかげで随分と稼がせてもらった。あいつを貧困から救い上げて育ててやったのも私、担ぎ上げて悪事に手を染めさせたのも私だ。今まで散々楽しませてもらった。おかげで随分と稼げたよ。ああ、まさに私のために生まれてきたようなやつだった。どうだ、これで満足か。ああ、もういい。この殺人鬼め、地獄に落ちるがいい。ああ、落ちるとも。先に行って悪魔に懺悔を聞いてもらいながら待ってな。地獄であったらまた殺してやるぜ。葬式の賛美歌は自前で歌いな、クソ野郎ども。どうだ、
ちょっと話し込みすぎたか。火の勢いが強いぞ。部屋に倒れていた人たちは。ああ、麻薬中毒者たちか。もう手遅れだ。俺たちも仲良くローストビーフになっちまう前にずらかるぞ。そんな、見捨てるのか。そういう次元の話じゃねえよ。火をつけられるなんてのは予想外だ。このままだと奴らと心中することになるぞ。煙を吸うんじゃねえ。薬で浮かれて焼け死ぬなんて笑えねえ。さっさと脱出するぞ。脱出って言ってもどうする。はっ、こういう後ろめたいことをしてる場所ってのは大抵抜け穴が存在してるんだよ。行くぜ相棒。常在符を補充しに行かれてから随分経つのに、まだ帰ってきませんね。どうしたのでしょうか。おっと、行けません。人々を癒すため歌に集中しないと。何でしょう、いつもより煙の量が多い。常在符以外の何かが燃えている。ザフカ様、大丈夫ですか。大丈夫です。すぐに続きを。違う、この煙は常在符の煙じゃない。この匂い、火事だ。何かが燃えている。皆さん、緊急事態です。おそらく火災が発生しています。速やかに外に。あれ、白い煙が。おお、ありがたや、ありがたや。奇跡の煙が。何を言っているんですか。逃げるんです。さあ早く。ここから奇跡を感じる。赤い、熱い。なんて綺麗なの。ああ、なんて美しい赤だ。奇跡だわ。ほら、いいよ、綺麗な炎よ。俺も。おお。ダメです。ああ、暖かい、心が安らぐ。あ、なんてこと。早く消火を。皆さん、手を貸してください。熱くもないぞ、奇跡だ。痛みを消す奇跡だ。早く逃げるんです。逃げるんだ、お願いです。私の声を聞いてください。
礼拝堂の方にも火の手が回ってるなんて。ああ大惨事だなこりゃ。あの油野郎め、余計なことしやがって。ありがとうございます、ザフカ様。何ですって？ザフカ様の奇跡だ。もう痛くない、もう怖くないぞ。皆さん、皆さん。なんということでしょう。ザフカ・エルビナ、アドラメリクはもういない。常在府もこの火事で全て燃えた。君はもう奇跡を起こすことはできない。これが君の言っていた奇跡の末路だ。奇跡なんてものは所詮麻薬による陶酔でしかない。君の歌なんて最初から誰にも届いていなかったんだ。あなたのおかげでようやくわかりました。私のなすべきこと、ザフカ・エルビナーの本当の使命が。サルーフ福音教団の信徒たち、迷える子羊、彼らは皆病に侵され、痛みと死の恐怖に怯え、明日を生きる希望を失っていました。どんな手段を用いてでも彼らを癒したかった。痛みを消し、一時の幸福を感じさせ、人々に希望を与えたかった。